こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやく日本では F3 ステルス戦闘機開発費が献上され、これから進み出す。一方で購入予定の F35 ステルス戦闘機は、未だ欠陥と言われ続けているが、完璧を求めてはまだ完成していない。やはり、どんな装備品でも運用しながら改善していくのが当然。アップデートを繰り返しながら完璧へと近づく。F35 ステルス戦闘機も完全ではないが第5世代戦闘機としては、トップと言える。私も開発当初の映像や写真を何度も見ているが、今ほどかっこいい機体ではなくどっちかというと、デブッとした感じがあった。今の F35 戦闘機はとてもスマートでかっこいいしなんと言っても、ヘルメットの情報量には唖然とするほど高性能さがわかる。ヘルメットもそうだが、すべてにおいて次世代を目指す。いまいちなのは、アリスシステムが完全とまで言っていない状況だ。このシステムさえ本格稼働するなら、隊員たちの業務が減らせるのは間違いない。F35 ステルス戦闘機について、これから開発当初の出来事を、話していこう。きっと、今の状況からは見えてこない映像が、見えてくるのではないだろう。続きはこの後。アメリカのロッキード・マーティン社が F-35 ステルス戦闘機の開発を始めたのは18年前に遡ると言われています。もともとは F-35 戦闘機単体の発注が始まりで、予定は10年ということでした。現在は3タイプの F-35 があるのですが、はじめは一つの F-35 戦闘機として発注したのです。ふと気がつくと、今は3つのタイプが当たり前になっているのですが、仮にこの3タイプの同時開発が行われていなかったら、F-35 ステルス戦闘機の導入はもう少し早まっただろうと思われます。しかし、次世代ステルス戦闘機が3タイプあることによって、また違った作戦実行の可能性も考えられます。と言っても、F-35 ステルス戦闘機の3タイプ開発に変更したことによって、時間は18年間へと伸びてしまいました。今でもバグや重大な欠陥など決して多くはないのですが、やはりあるので修正作業が急がれます。作業が増えるということは当然のことながら経費が膨らむということです。開発費が膨張し、なんと340億ドルという高額に達してしまいました。その結果として、現在の F-35 ステルス戦闘機が登場したのです。F-35 のサイズは F-16 戦闘機よりも少し大きいくらいですから、さほど大きくないということはわかります。しかし、ステルス戦闘機として考えた場合には、これぐらい小さいサイズに仕上がっていることの方が、素晴らしいと考えられるのです。小回りという点を考えれば、小さい方が融通が効くことは当然ですよね。現代の戦闘機は、プログラムが重要なキーであると言われます。確実なのは、アナログからデジタルへの時代革新でしょう。実際に操縦するパイロットに負担が大きいというのは、
素人が見てわかるのですが、操縦席は一見シンプルですが、実際の操縦にあたってはその操作方法をすべて覚えていなくてはならないのです。パイロットが頭にすべてインプットしていなければ、F-35 ステルス戦闘機を使用することはできないと推測されます。ただ空を飛ぶだけが任務というのならいいでしょうが、国防に関わる極秘任務となれば、操作方法が頭の中に入っていないと行えないでしょう。マニュアルと首っ引きでというのはありえないことです。ちなみに、ヘルメットも F-35 用に特殊なものが開発されているそうです。つまり、今のコックピットは以前のアナログ機器がひしめくものとは全然違っているということです。飛行範囲に関しても F-35 戦闘機も違っています。F-35A、C の2機はいずれも 1240km で同じですが、F-35B は極端に異なり 935km と狭くなってます。ですから、補完する意味で、護衛艦いずもの改修計画が決まっているとも考えられます。F-35B ステルス戦闘機の飛行範囲は極端に狭いのですが、小さい空母型にも運用可能です。F-35 ステルス戦闘機は言うまでもなく、高性能な機体ですから、それが運用できるのは大きなメリットとなります。F-35 戦闘機がすごいということは、実際、多くの人が知っていることです。実は、こんな話があります。予告なしに当然現れた F-35 ステルス戦闘機が着陸して、すぐに離陸したという噂です。本当なら、フットワークがとても軽いということで、このエピソード一つでも、性能の良さが伺えます。ただし、何をもって完璧にできるか、それが判明するのは、まだまだ先のことでしょう。実際に F-35 の運用ができればいいのですが、将来的には、世界中に F-35 ステルス戦闘機が飛び交う光景が、見えるようになると思われますし、実際、アメリカを中心に、日本の同盟国には F-35 の導入が進められている状況です。世界は西側と東側陣営に分かれますが、果たしてどちらの戦闘機がより優れているのかは今後明らかになってくるでしょう。しかし、ステルス戦闘機だけではなく、次世代戦闘機の開発も急務と考えられます。となると、IT 時代の昨今、機体には当然ロボットが導入されるでしょうし、無人での操作など様々な開発が進んでいくことでしょう。一つの開発が終わるとまた次の開発をという流れになっていくのは当然といえば当然のことです。となると、日本も周辺国の脅威というものを考えて、今後の防衛面を考えていかなければならないと思われます。言うまでもなく、一番近くの国が一番危険なのではないかと考えられるからです。